のバッターに変わります。桜木、右打席です。初球ストライク。大きいのを狙ってますよ。はい、ここは大きな空振りになりました。2回目の打席はどうでしょうか。2球目はどうか。直球で決めました。いいスイングしてんですけどね。はい、残念ながら捉えられませんでした。3回の第1打席、レフトへのツーベースヒットを記録しています。一気に来るか。バッと打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ヒットになる。センターへヒットを打ちました。そして次のバッターを迎えます。西村、その初球は外のボール。ちょっと釣られましたよね。はい、ボール球でストライクカウントが入りました。この回ヒットを打たれています。ここは見ます。ツーストライクノーボール。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかし3人目にヒットを許しています。外をツーストライクワンボール。藤井、今日は5回途中までを投げて許したヒットが4。この回1本打たれています。低めに打ってバスランナーは2塁に止まります。タイガース、今日のゲーム放ったヒットの数が5となっています。そして打順が変わります。さあ、得点のシーンを演出できるんでしょうか。初球変化球は空振りです。最後までね、ボール見えたらいいですけどね。最後まで見ることができませんでした。ツーアウトランナー二塁一塁です。どうですか、田尾さん、タイガースはどんな展開に持っていきたいですか。当然ランナー返すことだけでしょう。はい、このチャンスに得点できるんでしょうか。外れました。低めの球、いきなり2つ落としてきました。3回の第2打席、セカンドゴロに変わります。一塁を打った。これは低い当たり。一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。5回を終了。タイガース、ランナー2人残塁です。ベストカップル。お客様の中から選ぶベストカップル。今日のベストカップルは、甲子園球場は6回の表、ベイスターズの攻撃。この回は7番から始まります。カスティーヤ、右のバッターボックスです。最初から際どいコースを狙ってきました。これは手を出させません。西村、今日は2回と3分の2を投げて打たれたヒットが3本、そして2失点となっています。高めへ、ワンストライク、ワンボール。4回の2打席目、今日2打席連続となる三振に終わっています。コーナーをつきます。ボールを操ってきます。ここまでのベイスターズ、打ったヒットは8本、そして6得点です。一方のタイガース、ヒットは5本、まだ無得点です。ベイスターズがリードしています。緩いボールできました。 2-2。 さあ、3回目の打席、さあ何を見せるか。空振り。これはバッテリーの配球なしです。そしてバッター橋本、6回表ワンアウトです。どこから行く。まずはストーンと落としてきました。ここは1球外します。これはスライダー、ワンエンドワンです。ワンアウトランナーなし。入れてきました。ストレートで追い込みました。まず先頭バッターから三振を奪っています。落ちるボール、ツーツーです。すでに今日奪った三振の数は5となっています。次が5球目。低めのボール上げてしまった。右へ行った。これでアウトカウントが2つ。そしてピッチャー藤井へ、第1球。
初球変化球空振りです。ワンストライク。ツーアウトになっています。2球目です。落ちるボール打ってセンターへの打球になりました。あれは取れない。ワンバウンドヒット。ツーアウトからのランナーを出します。センターへの打球はヒットになりました。そして次のバッターを迎えます。石川打席に入ります。第1球です。最初はストレートから持ってきました。この球はボールになります。この球はどうでしょう。ファーストランナースタート。ちょっとボールが沈みましたが、これは当たり損りの打球。さあ3球目は変化球でツーストライク目を取りました。これでツーストライクと追い込みました。西村今日は3回と3分の1まっすぐを打って、これはショート取ってアウト。これでスリーアウト。さあタイガース、この後2番から始まります。今日は変化球中心の組み立てになっています。6回の裏タイガースの攻撃。対するこの回の先頭キラン、まずは塁に出たいところ。どこから行く。初球から低めを攻めています。ボールカウントワンストライク。藤井へこの試合許したヒットの数が5となっています。2投目はインコース決まった。ストレートで2ストライク目を取りました。ここまでのタイガース打ったヒットが5本、まだ得点がありません。一方のベイスターズヒットが9本、そして6点を入れています。ベイスターズがリードしています。次は外に来ました。2ストライク1ボール。ノーアウトランナーありません。カオさんにお聞きしますが、タイガースのこの後の展開なんです。まあこの打順からならね、チャンス持ってきたいですよね。はい、ここから得点まで持っていけるんでしょうか。ボールです。ボールカウント2エンド2。攻撃中のタイガース、先ほどの攻撃では残塁が2つ、そして得点はなりませんでした。さあ5球目ボールになります。 2-3 までよく見てますよね、バッターはね。はい、3回の2打席目ショートゴロに終わっています。さあ2エンド3。レイボール打った、右へ持っていきます。右中間ワンバウンドヒット。ノーアウトからランナーを出していきます。打ったバッターは2塁へ向かった。ボールを繋いでいく。センターへのヒットになりました。そして次のバッターとなります鳥谷。さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。第1球はどうか。最初は低め、中に入れてきました。この球は枠に入りません。入りました。ワンエンドワンになりました。先頭バッターを出しています。さあ3球目、低めを打ってこれはショートになります。取って一塁に送ります。アウト。ショートゴロに終わっています。アウトが1つ。そして次のバッターです。金本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。さあ初球はどうでしょうか。まずはストライク。ちょっと力入りすぎじゃないですか。スイングが豪快にいきました。先頭バッターにツーベース、その後は内野ゴロに打ち取りました。打ちました。低い打球になりました。抑えた。一塁へ。一塁アウト。サードゴロに終わっています。そして次のバッターを迎えます。新井、ランナーを返していけるでしょうか。さあ第1球、カットか。低い当たりになった。さあセカンドランナー進んでいる結果、さあヒットになる。セカンドランナーがホームに帰ってきました。いやー辛いですね。ボールに当たらない感じですよ。バッテリーも打ち上げといった感じですね。もう少し間を取って相手をじらすぐらいはした方がいいでしょうね。ベイスターズ2番手ピッチャーを送ります。2アウト、ランナー1塁の場面でマウンドに上がります。大子打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。